新聞持ってこい。今まで空気のように私を扱ってきた夫と義母だが、もう私はそんな生活に終止符を打つんだ。は、無理。え？普段と違う反応に戸惑いを見せる夫と義母。私は部屋から離婚届を持ってきて夫に突きつけた。顔面蒼白の状態で夫は呆然としながら離婚届を見ていた。私、この家を出ていくから。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。同じ会社で働く私たちは違う部署にいたのだが、夫は営業の仕事をしていたためいろんな部署に顔を出していた。そして私がいる経理の部署にも彼はよく来ていて、その度に元気よく挨拶をしてくれた。まあ営業マンだから、そういう風に挨拶がしっかりしているのは当たり前なのかもしれないが、全然関係ない私にもそうやって気持ちのいい挨拶をしてくれるのは好印象だった。またちょっとした待ち時間にも私とか他の社員に話しかけて軽く雑談をしてくれる。そうやって分け隔てなくコミュニケーションをとってくれるところも私はいいなと思っていた。私はそんな風に彼のことを密かに好きになっていたのだ。でも私はただの別部署の関わりの薄い社員の一人に過ぎない。だからなかなかアプローチができずにいた。そんな中、私はバレンタインの日に彼にチョコレートをあげた。恥ずかしいのでガチのものではなく、義理チョコに見られてもいいやつだ。だけど丁寧に手作りをして、味もこだわったものをあげた。これ、よかったらどうぞ。え、チョコですか？はい、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。嬉しそうに私からのチョコを受け取ってくれた彼。そして数日後、私がいる部署に来た時にお礼を言ってくれた。この前、チョコありがとうございました。ものすごく美味しかったです。あれ、どこのお店で買ったんですか？僕チョコレート好きなんで、自分でも買おうと思って。あ、あれ実は自分で作ったんです。え、本当ですか？手作りとは思えないほど、ものすごく美味しかったです。いや、すごいな。ありがとうございます。それからというもの、彼は私と会うと、積極的に話しかけてくれた。そしてある日、私を食事に誘ってくれたのだ。よかったら今度、仕事後にご飯に行きませんか？私はびっくりしてものすごくドキドキした。だけどものすごく嬉しくて、もちろん OK の返事を出した。そしてその次の日に彼とご飯に行った。おしゃれなカジュアルイタリアンのお店で、料理もお酒もすごく美味しかった。また彼はいろいろと面白い話をしてくれて、私はすごく楽しい時間を過ごせた。最初はドキドキして緊張してうまく喋れなかったのに、彼が楽しませてくれたから、どんどんリラックスすることができたと思う。それから彼は私を定期的に食事やデートに誘ってくれて、少しずつ距離が縮まっていった。そしてホワイトデーにお返しをしてくれた時に、彼は私に告白をしてくれた。バレンタインデーのチョコ、あれ本命だよね。そうかなって思い始めたら、のぞみさんのことどんどん気になっていってさ。それで一緒にプライベートで会うようになって、完全に好きになった。だから俺と付き合ってほしい。私は彼から告白をされて、ものすごく嬉しかった。そしてもちろん私の答えは決まっていて、私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていき、気がつけば一年があっという間に経っていた。彼との交際は本当に楽しくて、私はとても幸せな日々を過ごしていた。そして一年が経った記念日に、彼は私にプロポーズをしてくれたのだ。やっぱり俺の直感は間違ってなかったよ。
のぞみと過ごす日々は本当に幸せだった。そしてこれからも俺はのぞみと一緒に幸せでいたい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私はこの上ない幸せを味わった。あまり恋愛には縁がなかった私に訪れた幸福に戸惑ったほどだ。1年前の自分では想像もつかなかった未来が待っていた。こうして結婚することになった私たち。それからお互いの両親に挨拶をしに行き、両家の顔合わせも済ませた。そして無事に結婚式も挙げることができた。私は結婚を機に専業主婦になった。夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたからだ。仕事は好きだったからもう少し続けたい気持ちもあったが、彼との生活の方が大切だと思った。だから専業主婦になり、それからは家事を頑張った。もともと自炊は結構していたので料理は得意だったが、専業主婦になってからはさらに腕に磨きをかけた。そのおかげで、夫はかなり私の手料理に満足してくれている。毎日こんな美味しい手料理が食べられるなんて幸せだよ。仕事も毎日頑張れるな。そう言ってくれてありがとう。一家の大黒柱として頑張っていくからな。子供もできたら幸せだろうな。そうね、楽しい日々を過ごせそうね。夫との新婚生活はそんな風に楽しくて幸せをたくさん感じられた。夫は仕事ができる人だったので、私が専業主婦でもたくさん稼いでくれて安定した生活を送れていた。そしてあっという間に結婚して3年の月日が流れていた。このままずっと幸せで楽しい毎日を過ごしながら夫婦仲良く暮らしていくのだろう。私はそう信じていたのに、なかなか人生というのはいい意味でも悪い意味でも予想通りにはいかないようだ。結婚して3年が経った頃、義父が急病で亡くなってしまった。もともと義父は私と夫が結婚した時から高齢だったので、いつかこういう日が来るのではないかと覚悟はしていた。だが予想以上に早く死が訪れてしまったので、私も夫も動揺した。義母に至っては悲しみに暮れていて、私は正直声をかけられる状況ではなかった。その代わり葬儀の手配や準備は率先して行い、夫と義母をサポートした。義父は私にもとてもよくしてくれたから、亡くなってしまって本当に悲しい。なんとか無事に葬儀を終えることができ、私と夫は家でゆっくり休んだ。その時に夫がこんな相談をしてきた。母さんはずっと父さんと暮らしてきたから、いきなり一人きりになって寂しいと思うんだ。だから同居したいと思うんだけどいいかな。え、同居。夫から同居という言葉が出て私は驚いた。まあもう3年は夫婦2人で暮らしているし、状況が状況だから同居もありなのかもしれない。それに義母も別に私をいびってきたりとかは今までなかった。だから問題はないのだが、やはり同居となると私は気を使ってしまうかなと思った。すると夫は私の不安を察してくれたのか、優しくこう言ってくれた。大丈夫だよ。母さんは誰とでも仲良くできる人だし、何か困ったことがあったら俺に相談してくれればいいから。本当に夫は人の心を読むのが得意だなと思いながら、私は安心してうなずいた。わかった。私もお母さんのこと心配ではあったし、同居してもいいよ。ありがとう、のぞみ。早速母さんに連絡をするよ。そして夫が義母に連絡をすると、義母の嬉しそうな声が聞こえてきた。やはり一人きりになり寂しかったのだろう。また息子である夫と一緒に暮らせるのも嬉しいのだろうな。私も義母の心の傷を、少しでも癒してあげられたらいいなと思った。そして私たちはすぐに部屋を解約し、義実家へと移り住んだ。二人ともよく来てくれたわね。お母さん、これからよろしくお願いします。ええ、よろしくね。
義母は私たちを笑顔で出迎えてくれた。その日は荷ほどきが大変だったのと、お祝いも兼ねてお寿司の出前を頼み、お酒も飲みながら三人で楽しい宴会を開いた。義母も夫も終始笑顔で私も幸せな気分になった。これなら毎日仲良く楽しい日々を過ごせそうだ。そう思っていたのだが。のぞみさん、起きてちょうだい。え、お母さん。私は義母に起こされて、慌てて時間を確認した。するとまだ朝の5時だった。どうされたんですか？こんな朝早くに。何言ってるのよ。早く朝ごはんの準備をしてちょうだい。え、マサトさんはまだ寝ていますが。そんなのわかってるわよ。私がお腹空いたから早く作ってちょうだい。わかりました。私は仕方なく布団から出て台所に向かった。朝の5時に起きることなんてめったにないので、私はものすごく眠かった。だが義母がお腹が空いたなら仕方がない。そう思って、その日は朝早くに義母の朝食を作った。しかし、その翌日も義母は私を同じ時間に起こしてきた。ちょっと、また同じことを言わせる気。義母は二日連続で同じ状況になったので、私のことを叱りつけた。お母さん、こんな時間に毎朝起きてるんですか？何よ、あんた、私が年寄りだってそう言いたいの？いえ、そういうわけじゃ。ただ毎朝この時間に起きるとなると、いろいろと日々の暮らし方を考えないといけないなって思って。何当たり前のことを言ってるのよ。あんたはこの家に嫁いできて、この家では一番下なの。私やマサトに合わせるのは当然でしょう。私は義母の物言いに少し驚いた。まさか、そんなことを言ってくる人だったとは。しかし、これ以上怒らせても面倒なことになるだけだ。私は仕方なく毎朝5時に起きて、義母の朝食を作ることにした。最初は大変だったが、慣れてくると自然と起きられるようになった。そして5時に起きると、義母の朝食作りだけではなく、自分と夫の分の朝食と夫のお弁当作りをする余裕も出てきた。また朝のうちにトイレ掃除と風呂掃除を終わらせて、その後の家事を楽にすることができた。だが私がしっかりと家事をこなしているというのに、義母は機嫌が悪い様子。一体何が気に食わないというのだろうか。私はよくわからず首をかしげるしかなかった。そして義母はいろいろと私に文句を言ってきた。ちょっと、もっと掃除をきちんとしてくれないかしら。え？この隅っこの汚れ。あと髪の毛も一本落ちてたわよ。義母はそうやって、無理やりけなすところを見つけては文句を言ってきた。あなたが作る料理って本当にまずいわ。マサトがかわいそう。夫がいないところでそうやって言ってくる義母。だが私は夫から料理に関しては褒められている。だからそんな風に言われる筋合いはない。頭に来た私は、義母にどういう料理や味付けが好みなのか聞いてみた。するとあれこれいろいろと言ってきたので、メモをして義母の要望通りになるように作った。しかし義母は今までと真逆のことを言ってきて、また私の料理をけなす。私はだんだんと義母がただ嫁いびりをしたいだけではないのかと思うようになった。単純に私をけなして楽しんでいるだけなのだろう。それに気づいてからは、ものすごく毎日が嫌になった。そのため私は夫に相談をすることに。ただ相談するだけでは、きっと信じてもらえないと思った。義母は夫の前では私をいびっては来ないからだ。だから私は、義母から暴言を浴びせられた時に録音をするようにしていた。たくさん録音の証拠が集まっているので、これなら夫も信じてくれるだろう。
しかし録音データを聞いた夫は険しい顔をしてこう言ってきた。お前は母さんと一緒にいる時に会話を録音していたのか。え、そんなことをされたら母さんはショックだろう。俺が仮に母さんの立場でも嫌だぞ。私は嫁いびりをされているから録音をしたわけで。いや違うね。録音をするようなやつだから母さんから注意をされるんだよ。注意。なんと夫は音声を聞いても義母が私を注意しているという程度にしか認識しなかった。そしてあろうことか、録音をした私の方が悪いと言い出したのだ。私は絶句してしまった。夫なら私の悩みを聞いてくれると思ったのに。母さんとちゃんと話をした方がいいな。え、夫はそう言って私を居間に連れて行き、あろうことか録音の音声を義母の前で再生した。のぞみがさ、母さんとの会話を録音してたんだよ。なんだって、ひどいことする嫁ね。そうだろ。一回ちゃんと教育してやらないといけないなって思ってな。母さんからもいろいろと指導してあげてよ。任せてちょうだい。私がちゃんと教育してあげるわ。そう言って張り切る義母。それからは地獄だった。義母は夫の許しを得たから容赦なく私に悪口や暴言を浴びせてきては私をこき使ってきた。そして夫も私に命令口調で話すようになり、昔のような優しさが一切なくなった。私は二人からそうやって存在に扱われてとても悲しい思いをした。だが私は離婚したところで一人で生活はできない。私の実家には兄夫婦が住んでいるから出戻ることもできない。ずっと専業主婦だったから今から再就職先を探してもなかなか仕事は決まらないだろう。そしてこの前のことがあってから義母は毎日私が録音をしてないかボディチェックをするようになった。そのため嫁いびりの証拠も取れない状態だった。そんな中、夫と義母はさらに私に対してひどい仕打ちをするようになった。それは無視をすることだ。私が挨拶をしても話しかけても完全に無視。まるで私がそこにいないように振る舞った。だが少しでも家事がおろそかになると、鬼のごとく怒ってきた。その時は一方的に怒ってきて、私が何を言っても無視してただただ暴言を吐いてくる。無視をするのなら、徹底的に無視をしてくればいいのに。そういうところが厄介だった。私は最初はものすごく傷ついていた。人として扱われていないように感じたからだ。だが家事さえ完璧にこなしていれば、彼らは私に関わろうとはしてこない。そう考えるようにして、逆に無視をされている状況が楽だと感じるようにすればいいのではと、発想を変えた。それから私は義母が言いそうなことを先回りして、きっちりと家事をこなした。人間やればできるもので、完璧に家事をこなすことができた。義母は言うことがなくなり、つまらなさそうにしていたが、夫と一緒に無視をすることは続けていた。それをすることで、私を苦しませられていると思っているのだろう。私が無視をされるたびに落ち込んだような顔の演技をしていることで、うまく騙せているようだ。気がつけば、そんな日々を過ごしてあっという間に一年が過ぎた。本当は一年もこんな生活を続けたくなかったが、私は私が有利に離婚できる策がないか必死で探していたのだ。するとつい最近、ちょっとした夫の変化に気づいた。それは普段使っている香水を変えたことだ。夫は営業だから、身なりは割ときちんと整えている。だから香水もこだわったものを買っていた。夫にはお気に入りの香水があったのだが、つい最近使っている香水の匂いが違うのだ。今まで使っていたものが切れて、新しいのを変えてみたならわかる。だが、今まで使ったやつが丸々一本残っているような状態で、
新しいのに変えていたのだ。これは女の勘だが、もしかしたら気になっている女性、あるいは不倫をしている相手が今までの香水の匂いを嫌っていたか、その女性から新しい香水をプレゼントされたからではないだろうか。あくまで私の推測だが、なんとなく怪しい気がした。そのため私は興信所に調査を依頼することにした。そろそろこの家で暮らすのも限界だと感じていたし、これが仮に大当たりだったら離婚事由として使える。私は独身時代の貯金を使って調査を依頼した。すると私の勘はどうやら当たっていたようで、夫は不倫をしていたのだった。興信所に行くと、たくさんの証拠写真が手に入った。これで夫の遊跡で離婚ができる。私は久しぶりに歓喜した。そしてすぐに離婚届を役所からもらい、離婚届を突きつけるタイミングを見計らった。それはすぐにやってきた。私は家を出て行った後のことを考えて、いろいろと準備をしていた。すると夫が今から私を呼んだ。おい。名前すら呼ばない呼びつけ。本当にひどい。自分を王様とでも思っているのだろうか。私はおいという名前ではないので、部屋から出なかった。すると夫はさらに大きな声で、おい。と叫んだ。義母も、ちょっと。呼ばれてるんだから早く来なさい。と怒鳴った。仕方なく私は居間に向かった。やっと来たか。このグズが。新聞持ってこい。そう言って私を睨みつける夫。義母も、本当に使えない嫁だね、と罵倒してくる。離婚届を突きつけるなら今だろう。今まで空気のように私を扱ってきた夫と義母。だがもう私はそんな生活に終止符を打つんだ。は、無理。え？普段と違う反応に戸惑いを見せる夫と義母。な、何口答えしてんだよ。そうよ。嫁のくせに生意気ね。もう嫁じゃありませんから。私は部屋から離婚届を持ってきて、夫に突きつけた。離婚してください。え、離婚。予想もしていなかった展開に動揺している夫。いきなり何を言ってんだよ。私、知ってるんだから。あなたが不倫してること。え？私はそう言って不倫の証拠写真をばらまいた。な、どうしてこんな写真が？義母も写真を見て驚いている。まさと、あんた不倫してたの。あ、いや、それは。言い逃れはできないから。私はきっちりあんたと不倫相手に慰謝料を支払ってもらうわ。もちろん離婚は絶対だからね。そんな。顔面蒼白の状態で、夫は呆然としながら離婚届を見ていた。それじゃあね。私、この家を出ていくから。そう言って、私は呆然と立ち尽くしている二人を横目に義実家を後にした。それから一旦は、実家でほんの少しだけ居候させてもらうことに。事情を説明したら、両親も兄夫婦も帰ってきなさいと言ってくれたのだ。それから私は弁護士を通して、夫と不倫相手に慰謝料を請求。十分すぎる証拠があるため、夫たちは反論することもできず支払いに応じるしかなかった。そのため、それぞれから300万ずつ支払ってもらえることになった。また夫との離婚も無事成立した。元夫は今回のことが社内にバレてしまい、大バッシングを浴びた。というのも、大口の取引先の中に旦那さんの不倫が原因で離婚した女性の社長がいたらしく、その人の耳にも入ったことで契約を切られてしまい、元夫が働く会社が大損を食らったそうなのだ。元夫はそのため大幅な給与のカットに加えて、地方の肉体労働の工場に飛ばされたそうだ。
そして私は今回のことを義実家のご近所さんにすべて報告して回ったので、元義母は嫁いびりをするひどい人だということで周りから避けられるようになった。元夫が地方勤務となり一緒に暮らせないので、元義母は完全に一人きりの状態だ。その上でご近所さんから無視をされるのは相当きついだろう。だが全ては自業自得だ。一方、私は今までの経歴と持っていた資格のおかげで、実家近くの小さな会社の経理の仕事に就けることになった。そのため実家近くのアパートを借りて、一人暮らしを始めた。それからは一生懸命に働きながら、定期的に実家に帰って家族みんなで食事を楽しんでいる。しばらく恋愛はいいので、貯金をしつつ家族と過ごす時間を大事にしていこうと思う。あれ？どうなってるのこれ？私が家に帰ると、なんと家中が勝手にリフォームされていたのだ。あら、やっと帰ってきたのね。お母さん、これ一体どうしたんですか？家の中を私好みに改装したのよ。これ、修理代の800万の請求書よ。支払っておいてね。そうやって私に支払いをさせようとする義母。え、私ここに住みませんけど。あへ。私の発言を聞き、義母はみるみる顔を青くしていくのだった。私の名前はのぞみ、28歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンだった。当時、私は学生時代から付き合っていた彼氏と別れて、昇進状態だった。そんな私を心配して、新しい恋を始めようと言ってくれた友人が合コンを開いてくれた。そこで出会ったのが正人だ。正人は私よりも4歳上で、その時は30歳になったばかりだった。彼はとても爽やかで面白くて、また見た目もかっこよかった。合コン中の席替えがあって隣の席になると、彼は私に積極的に話しかけてきた。彼は営業の仕事をしているので、話が面白かった。単純に私は彼のトークに笑っていて、まだ恋愛とかするつもりは正直なかったのに、彼とはずっと楽しく話をすることができていた。のぞみさんと話していると、あっという間に時間が過ぎちゃいますね。私も正人さんとお話できて、とても楽しかったです。それから彼と連絡先を交換し、LINE でやり取りをするようになった。彼は毎日 LINE をくれて、私は彼とメッセージのやり取りをするのが楽しく感じていた。そして仕事後に飲みに行ったり食事に行くようになり、それから週末にデートにも行くようになった。私はだんだんと彼に惹かれていき、気がつけば好きになっていた。その後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。それからはものすごく早かった。順調に交際を続けてきた私たちは、付き合って半年が経った頃に結婚することになったのだ。それは彼がプロポーズをしてくれたからだった。まだ出会ってからも付き合ってからも日は浅いし、俺たちも若いけど、望みを思うこの気持ちはこの先一生変わらないと思う。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私は彼からまさかこんなに早くプロポーズをされるとは思っていなかった。交際している時はもちろん楽しかったし、いつか結婚できたらいいなとは考えていた。だからもちろん返事は OK なのだが、予想以上に早い展開で驚いている。それから私たちはお互いの親に挨拶に行き、そして両家の顔合わせも済ませて結婚式を挙げた。友人からは、まさかこんなに早く新しい人を見つけて、しかも結婚しちゃうなんてびっくりだよ、と突っ込まれた。本当にその通りだと私も思う。きっと結婚するのは30代を超えるだろうなと思っていたから、26歳で結婚まで至ってびっくりだ。
本当に人生というのは何が起きるかわからない。結婚式の後は、私と夫は海外に新婚旅行に行った。初めてハワイに行ったのだが、とても楽しくてまたすぐに来たいと思った。英語が昔から好きな科目で、海外ドラマとかも好きだったので、アメリカをはじめとした英語圏の海外へ行くことに憧れを抱いていた。機会があれば、留学も行きたいなと思っていたほどだ。だからハワイでの新婚旅行はとても楽しかった。そして帰国後に、私と彼との新婚生活がスタートした。彼からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は専業主婦になって家事を頑張った。毎日ピカピカに部屋を掃除し、洗濯もきちんとしてシャツもアイロンがけを頑張った。もちろん料理にも力を入れていて、夫のために栄養のあるものをたくさん作った。品数も多くしているし、お酒が好きな夫に合うおつまみも作った。最初は夫はとても感動してくれて、私に感謝してくれた。お、このおつまみおいしいな。ビールにとっても合うよ。そう。よかった。部屋も綺麗だし、いいお嫁さんをもらったな。ちょっと、急にどうしたのよ。俺は思っていることを言っているだけだよ。もう、マサトったら。こんな風に新婚生活はとても楽しかった。気がつけばあっという間に2年という月日が流れていた。そして夫はある日、こんな提案をしてきた。中古なんだけどさ、いい家が見つかったから購入しようと思うんだ。え、一軒家を購入するの？ああ、今後子供が生まれたりしたら、やっぱり庭付きの一軒家がいいと思って。私もすごくいいと思う。なんと夫はマイホームを持とうと言ってくれたのだ。中古でもいい家があるのなら、買わない手はないと私は思った。夫はその家の間取りなどの資料を見せてくれた。中古なので築年数はそこそこ経っているのだが、状態は思っていた以上に良さそうで、部屋の感じもすごくおしゃれだった。間取りも悪くないし、立地もいい。この条件の家を新築で買ったら6,000〜7,000万はするだろうが、中古なので安かった。しかも破格の値段で1,500万ほどで買えるとのこと。この値段ならローンを組んでもすぐに完済できると思うし、持ち家があるっていうのはこの先家賃がかからなくなるから気が楽になると思うんだ。そうだね、すごくいいアイデアだと思う。私は夫の意見に賛成し、家の購入を承諾した。そして私たちは実際に不動産屋に行き、内覧をさせてもらった。思っていた以上に部屋は広いし、暮らしやすそうだった。これなら全然、中古でもいいなと思ったほどだ。夫も納得したようで、すぐに家を購入する決意をした。そして手続きを終えて、私たちは引っ越しを完了させた。つい2年前まで彼氏に振られて落ち込んでいた私が、この2年間でまさか結婚して一軒家を持つことになるなんて、誰が想像したことだろうか。本当に人生というのは何が起こるかわからないな。でもこんな風に幸せな方向に進んでとても嬉しい。そして新居での生活を始めた私たち。やっぱり新しい部屋に住むというのは、とても新鮮な気持ちになる。っていうか賃貸の部屋だって、新築以外は全部中古という扱いになるだろう。それでも新鮮でワクワクした気分になるのだから、一軒家はなおさら楽しい気分になるのは間違いない。夫も新しい家をとても気に入っているようで、毎日楽しそうだった。まるで新婚当初のような気持ちになり、私たちは幸せな日々を過ごした。そして新しい家に住み始めて2年が経った。基本的に夫婦仲は問題なく楽しく暮らしていたのだが、一つだけ問題があった。それは私たちに子供がなかなかできないことだ。私たちはすでに結婚して、4年の月日が流れていた。
だから子供ができてもおかしくはなかった。しかし、一向にできる気配がないのだ。まあ、俺たちはまだ若いしさ。そんなに焦る必要もないと思うよ。夫はそうやって励ましてくれたが、せっかく26歳という若さで結婚したのに、30歳になっても子供ができないのはなんだか悲しかった。しかも、私よりも後に結婚した同級生が去年子供ができた報告をしていたのもあり、なんで私たちにはできないのだろうかと傷ついた。だが焦ったところで、子供ができるわけではない。私ができる限りのことをやって、自然妊娠を待つしかないのだ。そう思い、私は妊活に励んだり、不妊検査などを受けたりした。私も夫も体自体に問題はないらしい。だから妊娠してもおかしくないそうだ。そのことが逆に私を焦らせた。問題なく妊娠できるのなら、なぜ妊娠しないのだろうか。そうやって精神的に余裕がなかったことが、逆に妊娠を遠ざけていたのかもしれないが、その時はそういう考えに至らなかった。そして、その頃は夫とのすれ違いも多くなっていた。きっと私が妊活に躍起になっていて、夫と温度差があったのだと思う。私が子作りに励もうとして積極的になりすぎたのが、夫的には嫌だったそうだ。一旦落ち着こうよ。別にまだ焦る年齢じゃないから。夫はそう言って、私との子作りを強制的にストップさせた。これじゃあ、子供を作るためだけにそういう行為をしているみたいで嫌なんだよ。今なら夫の言い分も理解できる。だがこの頃は妊娠に執着していたから、私は聞く耳を持てなかった。だって私たち夫婦なんだから、子作りのためにするのは当たり前のことじゃない。そんな発言をされたら、確かに一旦そういう行為をしたくなくなるのは当然だ。それからしばらく気まずい時期を過ごした後、私もだんだん自分を顧みるようになった。そして自ら夫に謝罪をした。マサト、ごめん。私、マサトの気持ちをちゃんと理解してなかった。子作りとか関係なく、私はマサトと愛し合いたい気持ちを持ってるよ。あの時はなんか、周りがどんどん妊娠して幸せそうに子供を抱いているのを見て、余裕がなくて。本音を言って泣いて謝ったことで、今までの気まずい関係が解消された気がした。夫も私のことを許してくれて、また私たちは仲のいい夫婦に戻れた。それからは子作りとかにはこだわらずに、夫婦が幸せでいることを大事に思えるようになった。焦りがなくなり、できた時にできればいいやと思うようになった。夫との関係もまた良好になったのだが、そんな時にまた一つ問題が。それは義母の存在だ。義母は最近、やたらと私たちの家を訪れるようになっていた。というのも義父が3ヶ月ほど前に亡くなってしまい、義母は一人で義実家に住んでいたからだ。義母は家に一人きりでいるのが寂しいらしく、最近よく私たちに会いに来ている。というより、夫に会いに来ているというのが正しい。マサト、久しぶり。いやいや、先週も会ったでしょ。あら、そうだったかしら。息子の顔は何度見ても嬉しいのよ。だから数日ぶりに会っても、そういうテンションになるの。義母は一人息子である夫のことを溺愛していた。そのため夫にとことん甘い。そして嫁を敵認定しているのか、私にはとても厳しかった。のぞみさん、なあに。このお茶の入れ方、まずくて飲めたもんじゃないわね。すいません。そんなんで専業主婦だなんて言えないわよ。私が指導してあげようかしら。そう言ってニヤニヤしている義母。絶対にちゃんとした指導ではなく、私をいびりたいだけだろう。私は義母のことが苦手だった。しかし夫は義母にとても大事にされて育ってきたから、
義母の本性を知らないようだ。そのため義母がこの家で同居をしたいと言い出した時も乗り気だった。母さんのことはとても心配だからさ、一人きりの状態で何かあったら怖いだろう。もし倒れていたら発見が遅れてしまうし、同居すればのぞみが家にいるんだから安心して俺は仕事に行けるわけだしさ。夫はもっともらしい理由をたくさん言って私を説得しようとしてきた。そして義母も早く同居をしたいと何度もしつこく言ってくるので、もう私には同居を認めるしか選択肢はなかった。私が同居を許可すると義母はすぐに義実家を売って引っ越してきた。やっとこの家で雅人と一緒に住めるのね。のぞみさん、さっさと荷物を運んでちょうだい。義母は早速私をこき使ってきた。こうなることは予測できていた。初日からひたすらに私をいびってくる義母。果たしてこのまま同居生活を私は乗り切ることができるのだろうか。義母は家事に対する文句はもちろんのこと、私が気にしている子供ができないということについてもいびってきた。あんたは本当に役に立たない嫁だね。早く孫の顔を見せなさいよ。そうやって私を追い込んでくる義母。正直、精神的にかなりきつかった。夫との離婚すら考えた。だが私は、ずっと専業主婦で夫の稼ぎを頼りにして生活をしていたから、すぐにこの家を出ようという勇気が持てなかった。でも私も何も準備をしてなかったわけではない。私は夫に頼んで、在宅で副業をすることを許可してもらっていた。在宅なら小遣いも稼げて、その上で家事もおろそかにならないと、夫を頑張って説得していたのだ。私はもともとウェブデザインの会社で働いていたので、パソコン一つあればウェブデザインの仕事ができる。そして最近はフリーランスで、そういう仕事の募集が結構あるのだ。だから私は少しずつ実績を増やして、単価を増やそうと計画を立てていた。義母が同居してきた頃は全然稼ぎが足りなかったので、我慢をするしかなかったのだ。だが少しずつ合間を縫って仕事をこなしていくうちに、単価も上がり始めた。ちょっとずつ増えていく収入に、私は未来の希望を見た気がした。しかしそんな中、私は驚きの事実を知ることになる。それは、友人から来た LINE がきっかけだった。なんと夫が見知らぬ女性と親しくしながら、街を歩いていたそうなのだ。私は最初信じられなかった。まさか、夫が不倫なんてしているわけがない。だが友人が嘘をついているとも思えなかった。だから、私は興信所に調査を依頼することにした。しかし興信所の調査が出る前に、さらに驚きの出来事が起きた。なんと私が妊娠していることが判明したのだ。まさかのタイミングで私は驚いた。どうか不倫していないでくれと、興信所の結果が出る前に何度も祈った。もし夫が不倫をしていなければ、私たちは幸せな夫婦生活を送れるし、義母も子供ができればおとなしくなるだろうと思った。しかし私の願いはすぐに打ち砕かれた。夫は同じ会社の後輩と不倫をしていたのだ。たくさんの証拠写真を見ながら私は絶句した。私は怒りとやるせなさでいっぱいだった。夫は私が妊娠の報告をした時に、笑顔で喜んでくれていた。だがそれもすべて嘘の演技だったのだ。私は夫に裏切られたのだ。ものすごく寂しかった。だが、このまますぐに別れるのも尺だなと思った。在宅の仕事も軌道に乗り始めていたが、これではただ悲しい思いをしてシングルマザーになるだけだ。それならせめて子供が生まれるまでは、この家で夫の金で過ごそうじゃないか。夫と別れる気持ち自体は固まっていたから、義母にいろいろ言われても何もダメージはなかった。義母はようやく妊娠したことは褒めてやるが、
男の子じゃなかったら許さないなどとありえない発言をしていた。そんな人に絶対孫の顔を見せることはしないと私は心に誓っていた。義母は私をいびって得意げになっているようだが、私自身も義母や夫を利用しているので、義母の攻撃は痛くも痒くもない。義母はそんな私の態度にちょっと気づいたのか、苛立った様子を見せていた。あんたね、そうやってパソコンで遊んでばっかいるんじゃないよ。ちゃんと家事をしなさい。そう言って私に突っかかってくる義母。私が在宅の仕事だと言っても、なかなか信用はしてもらえなかった。そうこうしているうちに、私はお腹が大きくなっていった。そうなると家事の速度も落ちてくる。具合が悪くなることも多い中、義母にいびられるのは辛かった。そして夫は義母がいればいいだろうと、当たり前のように夜遅くに帰ってきたり、朝方に帰ってくることも多かった。おそらく不倫相手のところにいるのだろうが、私が何も言わないので好き勝手に夜遅くまで出歩いているようだ。私はこれ以上この家にいるのは、精神的にも身体的にも良くないと思い、里帰りすることにした。義母と夫は反対してきたが、これは安全に子供を産むためだと私は無理やり里帰りをした。それから2ヶ月ほど実家にいたのだが、本当に快適で最高だった。もっと早くに里帰りすればよかったなと思ったほどだ。でも里帰りする前にいろいろと準備もできたし、この流れがベストだったのだと思う。そして私は実家でゆったりと過ごしてついに出産をした。生まれてきたのは元気な女の子だった。一応夫にも出産予定日などは伝えていたのだが、仕事があるからと私の地元には来てくれなかった。まあ、別に来なくていいのだが、無事に出産を終えたらやることは離婚だけだ。私は里帰り出産を終えた後、一人で夫と義母と住んでいた家に戻った。だがそこで、とある違和感に気づいた。あれ？どうなってるのこれ？私が家に帰ると、なんと家中が勝手にリフォームされていたのだ。外観はさほど変わりはなかったのだが、家の中の壁の色とか床とか部屋の間取り自体も前の時から大幅に変わっていたのだ。あら、やっと帰ってきたのね。びっくりして玄関で立っている私に、義母が話しかけてきた。お母さん、これ一体どうしたんですか？家の中を私好みに改装したのよ。え？私ずっと気に入らなかったのよ、この家のデザイン。だから、あなたがいない間にリフォームしたってわけ。ちなみにあなたの仕事部屋は撤去して、私の部屋とつなげたわ。今度から私の部屋がかなり広くなったの。そうなんですね。あと忘れないうちに、これ、修理代の800万の請求書よ。支払っておいてね。あなた、在宅で働いてるんだから支払えるわよね。そうやって、私に支払いをさせようとする義母。私は冷静にこう言い返した。え、私、ここに住みませんけど。あへ、どういうことよ。マサトさんと別れるつもりで、ここに一旦帰ってきただけなので。は、別れる。どうしてよ。それより、マサトさんはどこですか？今は用事があるって言って、出かけてるわよ。そうですか。それじゃあ離婚届を置いておくので、書いておくように言ってください。ちょっと待ちなさいよ。そんな勝手なこと認めないわ。お母さんに認めてもらう必要はありません。マサトさんは不倫してたので、向こうの遊跡で私は問答無用で離婚できますから。え、マサトが不倫？私の発言を聞き、義母はみるみる顔を青くしていくのだった。嘘でしょ。嘘じゃありませんよ。
私は義母に夫の不倫の証拠写真を見せた。義母は目を見開いて、写真を食い入るように見ていた。そんな、まさか。真実を知り絶句する義母。とりあえず、弁護士を通して話したいって言ってたこと伝えておいてください。私はそう言いながら荷物をまとめて家を出た。その後、夫から電話がかかってきたが、全部弁護士を通して話し合うとだけ返答して電話を切った。そして、弁護士さんが私の代わりに夫とやりとりをしてくれた。夫は離婚はしたくないとごねていたそうだが、最終的に離婚に応じたそうだ。それから夫と不倫相手には慰謝料を請求し、夫には養育費も当然要求した。結果的に元夫は約1800万ほどの借金を背負うことになった。中古で買った家よりも高い金額なので、夫は絶望しているらしい。ちなみに義母は私にリフォーム代を支払うように言ってきていたが、私は赤の他人だし、あの家の名義は夫なので支払う義理はない。しかもすでに多額の借金を背負っていた夫は、義母からリフォーム代の支払いを手伝ってほしいと言われたが、断ったらしい。リフォームは義母の勝手で、自分はそんなのする気なかったと主張したそうだ。そのため義母も800万という多額の借金を背負うことになり、親子揃って借金まみれになったそうだ。そしてお互いに余裕がないため喧嘩が絶えないそうで、ストレスがたまりまともな生活を送れていないそうだ。まあ全部自業自得だし、いい気味だ。一方、私は実家に戻って在宅で働きながら、両親と一緒に娘を育てている。現在は安定した収入が得られているので、一生懸命働いて将来の娘の学費を貯めつつ、家族の時間もたくさん取っていこうと思う。君も嫁の立場だろう。嫁は他人なんだろう。だったら君もここにいる必要はないわけだ。今すぐ出て行きなさい。ちょっと待って。私はあなたの妻なのよ。のぞみちゃんだってマサトの奥さんじゃないのか。それとこれとは違う。違わないよ。君ののぞみちゃんに対する言動は目に余るよ。私の母親は君をそんな風に存在な扱いをしたかい。君が嫌な思いをしないように努めていたはずだよ。のぞみちゃんは昔の君の立場じゃないか。なぜ彼女を思いやれないんだ。この年になって君と人生を歩んできたことを後悔させないでくれ。私の名前はのぞみ、27歳。夫のマサトと結婚して1年が経つ。夫は大学の同級生だ。結婚しても相変わらず穏やかで優しく、家事も積極的にこなす申し分のない伴侶だ。私たちにはまだ子供がいない。だから学生時代と変わらず二人で楽しく生活している。そんな順風満帆な生活に水を差す存在が義母である。義母はことあるごとに私を他人だと言う。義実家へ顔を出しても他人が来ると気を使うと言い、他人は召使いとばかりにこき使う。そして義母の態度を目撃した夫が物を申してもお構いなし。暇なのか電話をしてきては他人が電話に出るなんてと罵る。いい加減そんな義母が鬱陶しくなり、私も義母に他人として接することを貫いている。あなた、お父さんの誕生日パーティーに来るの？また嫌な電話がかかってきた。はい、マサトさんと伺います。あなた、そこは気を使って断るべきでしょう。なぜですか？私は家族水いらずでお祝いがしたかったのよ。あなたは嫁でしょう。家族じゃないのにね。ではお父さんに直接私は呼ばないでとお伝えしたらいかがでしょう。私はお父さんから誘われていますので。あなた本当に気が利かないのね。あの人は気を使ってあなたを誘ったのよ。
そのくらい理解しなさいよ。ではその旨マサトさんに伝えておきますね。ちょっとマサトを巻き込まないでよ。巻き込む。夫婦なので話し合うことは当然ですよ。義母が夫に知られたくない理由は一つ。夫から義父に伝わり、二人が私をかばうことが気に入らないのだ。はあ、仕方ないわね。あなた、きちんと手土産持ってきなさいよ。初めからそのつもりです。5000円以下は認めないからね。金額の指定までするのか。マサトさんと相談して決めます。義母はいつもこんな調子だ。また会ったら会ったでいびるいびる。これとは対照的に義父はとても穏やかで優しい人だ。夫は義父とよく似ている。義父はもともと不動産関係の職に就いていたから、私たちが結婚した時には今のマンションを紹介してくれたり、引っ越しを手伝ってくれたりと、とてもお世話になった。私は心から義父の誕生日をお祝いしたいと思うのだが、あのいびりばあさんと顔を合わせることだけがとても憂鬱だ。ただいま。思い悩んでいると夫が帰宅した。お帰り、お疲れ様。あれ？大丈夫？何かあった？あった。すごくあった。おう。あ、マジか。母さん。お察しの通りで。もうまたか。なんで電話出ちゃったの？スマホゲームやっててかかってきた瞬間ボタン押しちゃった。ああ、なるほど。で、母さん、なんだって？私はすべてを夫に伝えた。すると夫は大きなため息をついた。のぞみちゃん、ごめんね。マサト君が謝ることじゃないよ。なんかさ、今まで全く気がついてなかったんだけど、母さん、性格悪かったんだな。いや、それ、さすがに私、うんとは言えないよね。なんか懲らしめる方法ないかな。父さんがもっと母さんにガツンと言ってくれればいいんだけどな。所詮さ、母さんは俺が何言っても聞かないんだよね。いや、マサト君もお父さんも相当言ってくれる方だと思うよ。だってこの間なんてマサト君、お母さんとバチバチの喧嘩になっちゃったじゃん。お父さんもはっきり言ってくれてるしさ。あのさ、父さんの誕生日パーティー行かなくてもよくない？え、そんなことしたらお母さん押しかけてくるでしょ。それはそれでまたね。はあ、そっか。まあ今回の訪問でこれからのこと決めよっか。そうだね。結局明確ないびり回避方法は浮かばぬまま、義父の誕生日パーティー当日を迎えた。マサト、お帰り。毎度おなじみ、私のことは無視。慣れとは恐ろしいもので、無視されても私は平常心だ。私たち夫婦が義父のいるリビングへ向かおうとすると、義母が私の袖をつかんだ。あんたはこっちでしょ。ちょっと母さん、何？マサトはゆっくり休んでなさい。パーティーの準備は私とこの子でやるから問題ないわ。問題大ありだろ。二人きりになんてしたら、母さん、のぞみちゃんをいびり倒すだろ。準備なら俺がするから、俺に言えよ。いびる。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。私はこの子を教育してるだけよ。だから、それがいらないの。で、何すればいいの？マサト君、あの、お父さんの誕生日だし、私も動きたいから大丈夫だよ。でも、本当に大丈夫。ありがとう。義母は私の発言に、いびる気満々といった感じだ。これで私と夫が分断され、
やりたい放題できると思ったのだろう。しかし夫の方が一枚上手だった。夫は私から離れようとはしなかったのだ。ほら母さん、早くやること言ってよ。じゃあこの料理を運んでちょうだい。わかりました。俺も運ぶよ。その方が早いでしょ。ありがとう。その後も夫は義母が私に何かを言いつけるたびに私の後ろをついて歩き、いびる隙を与えなかった。すると思い通りにいかない義母は盛大に切れた。いい加減にしなさい。何をするにもどこへ行くにも二人で行動して。マサト、あんたは座ってなさい。なんで？私の思い通りにならないだろう。思い通りって何？何を望んでるの？あんたに気を使ってこの子に何も指示できないじゃないか。は、母さんが気を使うのは俺じゃなくてのぞみちゃんを気遣うべきだろう。他人なんて気遣うバカがどこにいる。嫁はね、所詮赤の他人なんだよ。赤の他人がうちに嫁いだんだ。教育するのは当然だろう。義母は顔を真っ赤にして私をにらみつけている。するとこれまで黙ってそれらを見ていた義父が口を開いた。そうか、嫁は赤の他人なのか。そうですよ。本来ならこの子があなたの誕生日パーティーに来ることだって許されないのよ。私は家族水入らずでお祝いしたかったのよ。なのにのこのこマサトについてきて、ずうずうしいったらないわ。あなたなら分かってくれるでしょ。義母は義父が味方についてくれるとでも思ったのか、とてもご満悦な顔をしている。そうだね、私もそう理解するとしよう。では君は今すぐこの家から出てってくれ。ほらね、私の言った通りでしょ。早くマサトから離れて出て行きなさい。家族だけで祝うんだから。義母だけが義父の言葉を理解していないようだ。私はじっと義母を見つめた。何ぼさっと突っ立ってるの。お父さんの言ったことが聞こえたでしょ。うん、聞こえてるよ。だったら今すぐ追い出しなさい。わかった。すると夫は義母の腕をつかんだ。義母はポカンと口を開けている。夫はそんな義母をお構いなしとばかりに玄関へ連れて行こうと腕を引っ張った。ちょっとやめなさい。何の冗談よ。いやいや、真剣そのもの。俺は父さんの言う通りにしてるだけ。あなた。義母は義父を見つめ、そして義父もまっすぐ義母を見つめている。君も嫁の立場だろう。嫁は他人なんだろう。だったら君もここにいる必要はないわけだ。今すぐ出て行きなさい。ちょっと待って、私はあなたの妻なのよ。のぞみちゃんだってマサトの奥さんじゃないのか。それとこれとは違う。違わないよ。君ののぞみちゃんに対する言動は目に余るよ。私の母親は君をそんな風に存在な扱いをしたかい。君が嫌な思いをしないように努めていたはずだよ。のぞみちゃんは昔の君の立場じゃないか。なぜ彼女を思いやれないんだ。この年になって君と人生を歩んできたことを後悔させないでくれ。この義父の発言に義母ではなく私が涙してしまった。義父の切ない思いが痛いほど伝わったから。父さん、このまま母さんを追い出すよ。ああ、仕方がないことだ。てっきり義母は抵抗を見せるかと思ったが、素直に玄関まで連行され静かに家を出て行った。のぞみちゃん、すまなかったね。いえ、あの、せっかくの誕生日だったのに。こちらこそすみません。気にすることはないよ。
あれにはお灸を据えないといけなかったんだ。私の誕生日に彼女がきちんと反省してくれればそれでいい。トウさん、ありがとう。大丈夫。心配はいらないよ。結局、この日はギフの誕生日を祝うことなく私たちは家路に着いた。これまで義母には散々いびられてきたが、目の前で家を追い出された義母を見て複雑な感情が芽生えてしまった。義母は正直、自業自得といったところだが、義父のあの悲しそうな顔が頭から離れない。義父だって、きっとあんなことはしたくなかったと思う。しかし、義母の言動には目に余るものがあったのもこれまた事実である。あのあと二人はどうなったのだろうか。私はその疑問を夫に尋ねた。お父さんとお母さん大丈夫かな？大丈夫だよ。何も心配することないよ。父さんは何も間違ったこと言ってないし、なんだかんだで母さんは父さんの言うことなら聞くからね。多分父さんはこれで母さんが反省の色を見せなかったら離婚を考えてるんじゃないかな。そうなの？うん、だってすげえ意地の悪いことのぞみちゃんにしてたでしょ。あんな配偶者見たくないでしょ。まあそうだね。母さんさ、優しい母親だったんだけどね、なんであんな風になっちゃったのか正直わからないんだよね。確かに夫の言う通り、初見の義母はとても優しい人だったように思う。結婚の挨拶で緊張している私に優しく話しかけてくれていた。それがいつの間にかあんないびりばあさんになり下がった。私たちはその原因が何なのかわからずにいた。しかし後日、義父が義母を連れ我が家を訪ねてきたことで全てが判明するのだ。それはたった一枚の写真から始まっていた。義父は家族写真をよく撮る人で、私と夫が結婚後初めて義実家にお邪魔した時、義父が記念に写真を撮ろうと言った。これまで家族写真を撮る時はいつも義母が真ん中だった。しかしその日の写真は私と夫が真ん中で、私たちを二人が挟む形で写真を撮った。これが義母は気に入らなかったのだ。正直たったそれだけのことであんないびりをかましてきたのかと思った。私からしたらどうでもいい理由だ。しかし義母はそのことで家族ののけものにされる、嫁に私の居場所を奪われるとありえない思考を繰り出し、いびりモンスターへと変貌した。この理由を聞いた私と夫は開いた口が塞がらず、そして義父もこれには呆れていた。義母は御年60を超えるメンヘラばあさんだった。しかも私に謝罪すると言うから我が家まで連れてきたと義父は言ったが、義母の口から出るのはやれ義父が私に寂しい思いをさせた、写真を撮るときにこの人がほくそ笑んだなどなど、あげたらキリがないほどの言い訳と責任転嫁だ。見かねた義父が、謝る気はないのかと尋ねると、小さな声でようやくごめんなさいと言った。今後、この義母と付き合うためには、この人を姫のごとく扱わなければならないのかとうんざりしたが、これは取り越し苦労だった。なぜなら、その数ヶ月後、義父と義母が離婚したからだ。この離婚劇をめぐっても義母がメンヘラを炸裂させた。義父から離婚を言い渡された義母は、なぜか我が家へ突撃し、もう生きてる意味はないと叫びながら包丁を手に取った。てっきり追いかけてきた義父が止めるのか、それとも夫が止めるのか、どっちだ、と思っていたのだが、二人ともそれを静観している。義父は大きなため息をついて、もう息子夫婦に迷惑をかけるのはやめてくれ、と言うと、義母はわー、と泣き崩れた。なんというか、義母は本当に激しい人だったな。
義父があれだけ義母のことを気遣っていたのに、それに気がつけなかったんだね。その一件から義父は弁護士を挟んで義母と離婚した。すべての財産を折半するため、義実家も売り払った。そして現在、義父は私たちと一緒に暮らしている。私たち夫婦が共に仕事を持っていることもあり、家のことはすべて義父がやってくれている。義父は家事のスペシャリストだった。料理も美味しいし、すべてにおいてパーフェクトだ。義母よ、変な気を起こさなければ、ずっと幸せでいられたであろうに。愚かだな。そんな義母はワンルームのアパートを借りて暮らしているそうだ。そしてストレスから解放された私は現在妊婦だ。義父は孫の誕生を心待ちにしてくれ、自分が面倒を見る。と張り切ってくれている。そんな義父を見て、少しだけ安心した。やはりあんな義母でも離婚したばかりの頃は寂しそうだったからね。孫がいつ生まれてもいいようにカメラを新調したんだよ。お父さん、気が早いですよ。ありがとうございます。早く会いたいな。父さんにたくさん写真撮ってもらおうね。うん、楽しみ。ああ、でも孫がセンターポジションだよ。のぞみちゃんは端っこだからね。大丈夫です、全く気にしません。うんうん、義父は大丈夫そうだ。そんな冗談が言えるくらい傷は癒えたのかな。私たちはこれから家族4人、それぞれを思いやりながら共に過ごせる時間を楽しく過ごしていきたいと思っている。私は慌てて夫に電話をした。だがつながらない。とりあえずこの場にいると不審者として通報されそうなので、私は娘を連れて一旦実家に帰った。そして夫にこれでもかというほど鬼電をすると、ようやく夫が電話に出た。なんだよ、しつこいな。ちょっとどういうこと。私たちの家に赤の他人が住んでたんだけど。そりゃあの家売ったからな。はあ、何勝手なことをしてるのよ。お前がいけないんだぞ。嫁の仕事である家事を放置したんだからな。だからお前とは3ヶ月前に離婚して家も売った。家の売却金は慰謝料としてもらうから。私の名前はのぞみ、34歳の専業主婦だ。現在夫のまさとと5歳の娘のゆかと3人で暮らしている。娘を出産したことを機にマイホームを建てて、私たちは普通の家庭のように見えるが、幸せな部分もありながらそうとは思えない部分もある。というのも夫はモラハラ気質があり、何でもかんでも自分のわがままが通り、私のことを従わせることができると思っている。仕事から帰ってくるとすぐに飯はと言い、食べ終えても食器は下げない。食器を洗ったことなんて一度もない。そして風呂に入り、また好き勝手に酒を飲んだりおやつを食べたりして、また食器を出してそれもテーブルにそのまま。だが私がそのことを注意すると、誰がお前たちの生活を守ってやってると思ってるんだと逆切れ。働いていないやつが文句を言ってくるなと怒ってきた。いくら自分が働いていて家計を支えているからって、さすがにこれはひどい。それでも私にはまだ幼い娘もいるし、すぐに離婚に踏み切ることはできなかった。そもそも私はまだ仕事を続けたかったのに、結婚したら家庭に入ってくれ、と言ってきたの夫じゃないか。それなのに働いている自分の方が偉いみたいな言い方はおかしいだろう。それに夫は子育てだって全く協力的じゃない。娘が生まれたばかりの時は、かわいいな、俺にそっくりだ、と大喜びしていたのに、だんだんと構わなくなり、娘が成長して、パパ、遊ぼう、と話しかけても、パパは忙しいからママに遊んでもらいなさい、
と冷たく突き放す。娘はその度に悲しんでいたが、そのうち娘も諦めて夫に対して何も望まなくなった。本当に私たちは幸せなんだろうか。私はいつからかため息が止まらなくなった。なんであんな理不尽な人のために料理を作り続けているんだろう。私はこのまま家政婦のような人生を送るのだろうか。そんなことを考えながら料理をしていると、いきなり固定電話が鳴った。私は調理中なのでちょっと出られないなと思っていると、夫が、おい、何やってんだよ。早く出ろよ、と言い出した。ここで言い争っていたら電話が切れてしまう。私は慌てて汚れていた手を洗って電話に出た。今は土曜の夜だ。こんな時間に一体誰だろうか。私は電話の相手が医師だと名乗ったので、びっくりした。すると医師はさらに私を驚かせる発言をした。あなたのお母さんが倒れて病院に運ばれたので、すぐに来ていただけませんか。私は思わず受話器を落としそうになった。母がいきなり倒れた。突然の出来事に頭が真っ白になる。結婚してからというもの、母に会いに行く回数は減っていた。父はすでに亡くなっていて、それから会いに行く回数を増やしたいなと思いつつも、娘が生まれてからなかなか実家に顔を出すということが頻繁にできないでいた。今まで私は母からたくさんの愛情を注いでもらって育ってきたのに、まだまだお母さんには恩返しをしたいのに、こんなところで最後の別れになってしまうのは嫌だ。医師の説明によると原因は心筋梗塞だそうだ。運ばれてきた時は危機的だったが、現在はとりあえず容態が安定しているとのこと。それを聞いて私は胸をなで下ろした。これから検査も含めて入院という形になるらしい。私はすぐに行きますと言って電話を切った。一人っ子で父も亡くなっているので母には私しかいない。電話を切ると私はすぐに出かける準備をした。夫にごめん、お母さんが倒れたらしいから病院に行ってくると伝えると、夫はええ、俺の飯は、と言い出した。私は呆れてしまった。妻の母親が倒れたっていうのに、自分の晩飯の方が大事なのか。普通は心配して車を出そうか。など言ってくれてもいいものなのに。それどころじゃないのよ。それくらい分かってよね。私が大声を出すと、夫は一瞬びっくりしたものの、なんだよその態度は。といつもの調子で逆切れしてきた。私はもうこいつとやりとりしている時間が無駄だと思い、娘に出かける準備をさせて車に乗り込んだ。夫はその間もワーギャー言っていたが、無視した。そして病院へ。母はベッドの上で眠りについていた。私は医師に話を聞いた。これから検査入院となり、結果が出てからいろいろと詳しい話をすることになるそうだ。倒れた際に打ちどころが悪かったようで、いろいろなところにあざなどが見られるらしい。だから内部にどう影響しているのか、細かく見ていく必要があるとのこと。私はとても不安になった。まさかこのまま亡くなってしまうなんてことはないだろうか。だが医師はそんな私の不安を察したのか、大丈夫ですよ。今は状態は安定していて眠りについているだけですから、と言って私を落ち着かせてくれた。最後に今後の予定などを医師から伝えられて、私は娘を連れて家に帰った。するとテーブルの上にはビールの空き缶と、出前を取ったのかピザの空箱が汚く置かれていた。私はそれを見てげんなりとした。夫はテレビをつけたままソファーでぐうぐうと寝ている。頭に来て叩き起こそうかとも思ったが、母のことでかなり精神的にも体力的にも消耗したのでやめた。今はむしろそこで寝ていてくれてありがたいと思った。私はテーブルの上のゴミを片付けると、
テレビを消して電気も消した。そして娘に、今日はお外で食べに行こうか、と言ってファミレスに行くことに。娘は美味しそうにお子様ランチを食べている。私は自分が注文した料理を口に運びながら、今後のことばかりを考えていた。母は大丈夫だろうか。今回は命には別状はなかったが、また同じようなことが起こる確率は全然ある。そんな時、近くに住んでいなくて大丈夫だろうか。でも夫に母との同居を提案したところで絶対に却下されるだろうしな。それでもたった一人の血のつながった母のためにも自分の意思を通さないと。翌日、私は意を決して夫に相談した。母は現在検査入院中で、その結果次第では同居して私の目の届く範囲に母を置きたいと言った。すると夫は、そんなの絶対にダメだ、と即答。予想はしていたが、ここまで早く却下されるとは思わなかった。どうしてダメなの？ここは俺の家だ。だから俺の居心地が悪くなるような状態にはしない。ひどい。普通の同居じゃなくて、万が一介護が必要になったりした時に同居をしたいって言ってるのよ。それにこの家は私の家でもあるんだけど。ダメなものはダメだ。今は俺が働いて生活費を支払っているんだから俺に決定権があるだろう。まさか夫がこんなにも分からず屋のわがまま男だったとは。生活費を支払っているのは夫かもしれないが、この家のことをやっているのは全部私だ。私は今まで以上に夫に対しての不信感を抱いた。そして数日後、検査の結果が出たというので私は病院へ。すると母は腰を悪くしてしまっていたそうで、しばらく入院をした後に、退院後は介護が必要な状態になるらしい。私は困ってしまった。何しろ夫から同居は絶対にダメだと言われたばかり。それなのに、今後介護が必要になるなんてどうすればいいのだろうか。そんな時、母がごめんね。迷惑をかけてしまって。と申し訳なさそうに言った。母の悲しそうにしている姿を見て私はハッとした。今私が大事にしないといけないのは母だ。夫の意見とかそういうのは今はどうでもいい。大丈夫だよお母さん、心配しないで。私はそう言って母の手を握った。母のためにできることは何でもしよう。そう心に誓った。それから何度か夫に、母が介護が必要になったから同居して面倒を見たいと言ったが、毎回却下された。仕方ないので、私が実家に帰ってしばらくお母さんの世話をするからね。と言うと、夫は最初からそうしろよ。話をややこしくするな、と切れる始末。ものすごく腹が立ったが、実家に帰る許可を得られたので、母が退院した後に実家に帰ることに。娘を置いて実家に行くわけにはいかないので、娘も連れて実家へと帰った。退院時に母を迎えに行ったが、車椅子に乗ることになり、母はとても悲しそうにしていた。私がこんな風に迷惑をかけてしまってごめんね。責任感が強い母だからこそ、人様の迷惑になることはしたくないのだろう。だが私は娘だ。遠慮なんてしないでほしい。大丈夫よ。これから女三人だけで楽しく過ごしましょう。こうして実家にて母の介護が始まった。家の中に入ると、母が私のためにお茶を出そうとするので私は慌てて止める。お母さん、そうやって何でも自分でやろうとしないで。今日からは私に甘えていいから。ごめんね、ありがとう。また少ししんみりとしてしまった。すると娘が、私が準備する、と元気よく言った。私と母は一気に和み、結局三人で一緒にお茶を用意して、お菓子を食べた。そんな風に平和で楽しい時間を過ごしていたのだが、
その日の夜に夫からいきなり電話が。もしもし、何かあった？おい、お前、どこほつき歩いてんだよ。え、私はびっくりした。夫は一体何を言ってるのだろうか。いやいや、私、今日から実家でお母さんの介護が始まるって言ったよね。すると夫はとんでもないことを言った。はあ？泊まりがけだなんて聞いてねえよ。俺の飯は、洗濯は、風呂は、さっさと帰ってきてやれよ。ありえない。私を家政婦か何かと勘違いしてるのか。私はしばらく実家に帰ると言ったわ。家事はあんたもいい大人なんだから、一人でできるでしょ。ふざけるな。早く帰ってこい。住み込みなんて許可してないんだからな。泊まらずに介護なんて無理よ。実家から私たちの家まで車で3時間はかかるんだから。とにかく私は娘と一緒にしばらく実家に住むから。私はそう言って電話を切った。夫にはとことん呆れる。それから母の介護をする生活が始まった。母は自分で風呂に入れないので、一緒に入り体を洗ってあげる。私が子供の頃にいつも母が作ってくれていた料理を、今度は私が作ってあげる。最初は慣れなかったが、私は久しぶりに母と一緒に生活できて嬉しかった。娘もおばあちゃんと過ごせることが嬉しいようだ。母は一緒に遊ぶことはできないが、娘の話をずっと聞いてくれるので、娘は母にとても懐いていた。それからしばらく経ったが、あの日以来夫からの連絡はなかった。意外だなと思ったが、連絡が来ない方がありがたいので、特にこちらからも連絡は取らないでいた。そんな生活が3ヶ月ほど経ったある日のこと。母の容態が悪化した。私は慌てて母を病院に連れて行く。医師の診断によるとかなり腰が悪くなっているらしく、足の筋肉も衰えているとのこと。入院生活に切り替える必要があると言われたので、私はお願いした。母の状態が少しでも良くなる方を選択したい。すぐに入院の手続きをし、母の着替えなどを実家から持って行った。母に、じゃあ毎日見舞いに来るからね、と告げて、私は娘と一緒に久しぶりに夫のいる家へ帰ることに。だが家に着いた途端に、私はとある違和感に気づいた。まず見慣れない車が止まっていたこと。私が母の介護をしている時に新しい車を買うなんて。とことん夫に呆れた。これは文句を言ってやろうと、玄関に鍵を通して家に入ろうとしたのだが、鍵が刺さらない。って、どういうこと？何度やっても家の鍵が入らないのだ。違う家じゃないよね。私は焦って家の外観を見たが、どう見ても私と夫が建てた家だ。だが私は表札を見てびっくりした。全く知らない赤の他人の名前が書いてあったのだ。私は頭が真っ白になった。母の介護のために実家に住み始めてから3ヶ月が経っていた。その間に夫は家を勝手に売ったってこと。私は慌てて夫に電話をした。だが繋がらない。とりあえずこの場にいると不審者として通報されそうなので、私は娘を連れて一旦実家に帰った。そして夫にこれでもかというほど鬼電をすると、ようやく夫が電話に出た。なんだよ、しつこいな。ちょっとどういうこと？私たちの家に赤の他人が住んでたんだけど。そりゃあの家売ったからな。はあ、何勝手なことをしてるのよ。お前がいけないんだぞ。嫁の仕事である家事を放置したんだからな。だからお前とは3ヶ月前に離婚して家も売った。家の売却金は慰謝料としてもらうから。え、夫の発言の意味が私は理解できなかった。
この人は一体何を言っているのだろうか。ちょっと待ってよ、離婚したってどういうこと？離婚届ももう出したってことだよ。お前とは赤の他人ってこと。二度と俺に連絡してくるな。そう言って夫は電話を切ってしまった。私はパニックに陥った。どういうこと？私は離婚届になんてサインはしていない。それなのにどうして離婚ができるの？とりあえず深呼吸をして気分を落ち着かせる。確か離婚届の偽造は犯罪になるはず。私は慌てて弁護士事務所に行って相談した。するとやはり犯罪となるらしい。私は事情を説明して弁護士の方に協力してもらうことに。勝手にこのようなことを夫がするのは怪しいと思ったので、その点についても調査することにした。私は会社員時代の貯金から更新書に調査を依頼。それから1週間ほどであっさりと夫の不倫の証拠が出てきた。夫はどうやら私と離婚できたと思い込んで、堂々と不倫相手と会っていたようだ。私は不倫の証拠を入れて、離婚の要求と慰謝料請求に関する内容証明を夫の職場に送った。そして離婚届を偽造したことを訴えた。すると夫からすぐに連絡が来た。おい、どういうつもりだよ。会社に変なものを送りつけてくるなよ。変なものじゃなくて公式な書類よ。あなたが偽造したものとは違ってね。偽造だと？俺はお前のハンコを使って離婚届を記入したんだから何の問題もないだろ。だからお前とは離婚は成立していて、俺は不倫にはならない。私は呆れてしまった。そう思いたいなら勝手にそう思えばいいよ。だけどあなたにもあなたの不倫相手にも慰謝料は請求するし、離婚届の偽造の件については警察に届け出を出してるから。そんな警察？ああ、もちろん養育費だって請求するからね。じゃあ、あとは弁護士を通してやり取りしましょう。そう言って私は電話を切った。夫はきっとかなり動揺していることだろう。そして夫は離婚届の偽造の件で逮捕されたらしい。当然、会社はクビ。夫は逮捕の際の罰金、私への慰謝料と養育費の支払いによって一気にお金がなくなった。さらに私は弁護士を通して財産分与を要求した。そのため家を売った金の半分をもらうことができた。そもそもあの家を買った時は私の貯金からも結構な額を出していたので、それくらいのお金は返ってこないとおかしい。こうして無事に離婚が成立した私たち。幸い私と娘には実家の家があったので、母に許可を得て住まわせてもらった。それからは娘と頻繁に母の見舞いに行き、親子仲良く過ごしていた。そんな中、離婚から1ヶ月ほど経った頃にいきなり元夫が実家にやってきた。その姿はボロボロで清潔さのかけらもない。元夫は私の姿を見ると涙を流しながら土下座をした。すまなかった。俺が悪かったから許してくれ。そしてもう一度俺とやり直してくれ。私が驚いていると離婚してからのことを元夫が話し始めた。一文無しになった元夫は仕事を探して日雇いのバイトをしたそうなのだが、その給料をすべて不倫相手に取られてしまったそうだ。そして家賃が支払えず借金をしてなんとか家を維持しているらしいが、生活費を賄うことができず借金がどんどん増えているらしい。頼む、彼女とは別れるから俺とやり直してくれ。お前が家事をやって俺が稼いでくるから。元夫の落ちぶれた姿は本当にいい気味だったが、こちらにやってくるのはやめてほしい。今のあなたにどうやって私たちを養えるというの？まあ、お金もらってもモラハラ夫とやり直すなんて二度とごめんだわ。さっさと帰ってちょうだい。あなたとは正式に別れたんだからね。
これ以上ここに来るなら警察を呼ぶわよ。元夫は警察というワードに怯えていた。もう捕まるのはごめんだよ。そう言って元夫は慌てて逃げていった。さすがにもう来ないとは思わないが、私も再就職できたので、母が入院している病院の近くのマンションに引っ越すことにした。現在は娘と新しくて綺麗なマンションに住みながら、母のお見舞いにも行き幸せな日々を過ごしている。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。